さあ今回は英文解釈を手元で解説したいと思います。まず NG がありますよって話と具体的な手順、この話を改めてした上で実際にねこの例題を解いてみようという風なものになります。どうもパスラボの先生です。さあ今回は英文解釈を手元で解説したいと思います。手元で解説この後するんですけれども、ただそれだけだと面白くないということで2つプレゼントを用意しました。もうサクッと話しますので、ね、まず今回この後手元で解説するんですけれども、せっかくならそのノートの画像をですね、まあこの視聴者さんにプレゼントしたいと思いまして、誰でもその LINE ってやってると思うので、その専用の LINE を作りましたということで、概要欄にねその LINE を貼っておくので、ぜひですねこの動画見終わった後 LINE 追加してこれ受け取ってください。そしてこの動画を見てる人も限定には正直なるんですけれども、明日22時からね、土曜日の長文読解の解説をテスト的にしたいなと思っております。実はですね用意してあるんですけれども、だいたい 4,50 分ぐらいの動画です。ただせっかくならね、今長文の読み方とかも知りたいっていう人もいたので、仮で22時から23時プレミア公開をしたいと思います。これに関してはアーカイブは残さないので、もう皆さんねぜひ22時間も見てほしいと。じゃあこの問題をどこで手に入れるんだって話、それはこの LINE でね、お伝えしたいと思います。なのでぜひこの LINE でね登録してもらって、ノートの画像とこのライブで解説する問題をお渡しするのをぜひ予習してもらった上でこれを見てください。ぜひですね、まあ、感想とかも聞きたいので、ということでですね、まあいろいろありましたが、早速英文解説ノートでね手元解説していきましょう。それではいきましょう、レッツゴー。はい、それでは早速この基礎英文解釈の技術100を含めた英文解釈の勉強法に関して手元でね解説したいと思ってます。でまずですね、前回動画でもお伝えした通り、これまず NG がありますよって話と具体的な手順、この話を改めてした上で実際にねこの例題を解いてみようという風なものになります。ただ解くだけではなくて、実際に自分の勉強として解いた後どういう風にねやったら実際に効率的に身につくのかっていう話もできればと思います。それでは早速いこう。でまず英文解釈を行う上でのポイント、まず NG からいきましょう。 NG これね、これめちゃくちゃ多いんですけど、どれか当てはまってる人います？例えばこれを見て、このねこのあれトムズかな、トムブズかなつってこう辞書を引きますみたいな、すぐ引いてしまう人、とか、あとはすぐにこれを見た瞬間こうやってね SVOC を書く人、あとは、まあ、回答丸打ちする、これあんまりいないんですけれども、もうそのまままず回答を見て回答のね日本語を書く、そんな人っていうのは NG です。で僕たちの英文解釈のまず目的ゴールから考えてほしいんですけど、基本的には長文読解と僕は同じだと思ってます。つまり、模試とかテストでこれが出された時にまずこう全体像をつかめますか、そしてまあ自力で読めますかっていうことですよね。ここが僕はすごく重要だと思ってます。なのでいきなりこれを見て辞書とか SVOC をつけるとかっていうよりは、まず長文だと思ってバーって読んで全体像をつかむ、それで順番にねやるっていうのをすごくお勧めします。僕はですねこれ受験生の時に本当に僕は失敗してて、すぐにね辞書を見るっていうことを高1高2でやってきたので、本当にねその癖が治りませんでした。もちろん高1高2で基礎的な感じでしたら、まあ、この辞書を見るっていうのもいいんですけどね。まずじゃあ実際に具体的な手順なんですけど、僕らと一緒にやっていきましょう。まずこれはですね、1は全体像をつかむって話でしたよね、まあ、さっきの言う通り。そして次に初めて、まあ、SVOC を含めた文構造を分析して実際に訳す、そして最後これが、まあ、辞書を使った上で回答を修正する、で必ず最後に何をする、これは後から言っていきます。でまず早速じゃあやっていきましょう。全体像をつかむので長文だと思ってねやります。ちなみにこれは、英文解釈の技術の100の16ページ目、16番目の問題です。大阪経済大学の問題なんですけど、まず To the people of ancient Egypt、 ざっくり言うと古代のエジプトの人々は Life on earth was short、 人生は短いと、まあ、されていたのかな、まあ、だったと、人生短かったと、人生、死後死んだ後の人生っていうのはしかしながら永久的でした、それゆえに、まあ、このエジプト人は、例えばねこれが僕は分かるんですけど、もし分からないとすると、あれこいつ分からないけど何かを作ったんだよね、石のなんかを作って、そして took their possession、 あれポゼッションなんかターゲット1900で見たかな、なんか所有物とかだったかなとかね、そういう風に単語帳で習ったものを引っ張ってくる、もし分からなかったも飛ばして OK、 まあ所有物を、take っていうのは持ってくるっていう、まあ持っていくとかね、そういうものが、語源なので、所有物を持っていったどこにっていうと another world、 異世界ね、その他の世界に所有物を持っていったはーってなりますよね。ただなんとなく体位をつかむと、昔のエジプト人っていうのは人生が短くて死んだ後はめちゃくちゃ長いと、だから何かを作って自分の持ってるものねを異世界、まあ、つまり死後の世界みたいな感じに持っていったっていうのが、まあざっくりつかめますよね。そうで今回英文を訳しなさい、実際に訳す時には分析 SVOC を分析するんですけれども、まずパッと見た時にこうやって1分ぐらいで体位をつかむ、そう全体像をつかむっていうことをやってください。例えば今で言うと、このここね、こいつはトゥームって言うんですけれども、ここは一旦飛ばします。ただこれが分からないとして、次 SVOC をつけるとこれはこうなりますね。
こうなります。SVOC 自体は簡単ですよね。まあ、結構僕はその、カッコをつけるっていうのをすごく大事にしてて、まあ、骨組みをちゃんと理解する。まあ、SVOC は今回つきやすくて、言ったら人生は短い。けど、人生は、死後の人生はまあ長いと。永久的だと。で、故に、デビュー、まあ、彼らは何かを作りましたと。そして、自分の所有物をまあ持っていったと。まあ、いうことになると。で、ここで初めて、実際に書いてみる。そうすると、例えばね、こんな文になったとします。古代のエジプトの人々にとっては、この世の人生は短いものだった。しかし死後の人生は永遠のものだった。それゆえ彼らは石で何々を作り、所有物を他の世界に持っていったのだ。で、最後、サールってありますけれども、辞書を使った上で回答を修正。例えば今ね、ここ、トゥームっていうのが分からないとしましたけれども、ここで初めて辞書を引くと。で、トゥーム、引くとですね、これ、墓っていう意味なんですよね。で、一応書きますね。そう。なんですけれども、例えば僕はですね、まあ辞書を調べるっていうのもいいんですけれども、僕がおすすめとしたら、そのネットの Google イメージ検索、Google の画像の、検索っていうのをすると、結構ね、多分出てくると思うんですよ。あとは他にも、調べたらですね、まあこれは、発音もね、必ずやってほしい。tomb です。で、これが同じような意味で、grave。これも墓っていうのがまあ出るんですよね。そうすることで、必ずその辞書では、ただね、訳を調べるだけじゃなくて、何か一つでもいいから、深掘りを調べる。それで、こうやって調べたことを友達に言うと。まあ、ここまでね、ぜひ習慣化してください。こっからですよ。ここで終わってる人すごい多いんですよね。この後で実際に回答解説を見ますと。全文訳。すると、古代エジプト人にとっては現世は短いが、来世は何だか何だかって書いてます。で、ここで一番大事なのは、自分で作った上で、必ず最後にここ。これ何が入ると思います？これが、回答と必ず比較する。分析に近いですよね。そして最後に、音読をもう本当にもう3回以上ですね。まあ全然回数自体は、これっていう必要はないんですけれども、そうすると。こことかをみんなこう、ないがしろにね、しがちなんで、ここも実際にやっていきましょう。で、例えばね、これ、じゃあ、とある受験生のってありますけど、じゃあ僕だと思ってください。で、ここでやった時に、実際にこう、把握すると。したらまず、古代エジプト人にとっては、古代のエジプトの人々にとっては、もちろんこれ正解なんですけれども、例えば、東大の英語の問題って最初に要約っていう問題があるんですよ。あれって、めちゃめちゃ字数が短いんですよね。短い字数の中でちゃんと内容を入れてくださいねっていう時に、古代エジプト人っていう7文字か。古代のエジプトの人々っていうのは10文字ですね。これで3文字ぐらい違うので、自分って変に脳を入れがちなんだなっていう、こう自分なりのなんだろう癖っていうのも分かると。別にこれ罰じゃないんですけれども、古代エジプト人っていいんだと。にとっては、この世の人生は短いものだった。これは、on earth。確かに on earth っていうのは、まあ、この世のとか、まあ、地球上のみたいな意味ですけれども、これ比較するとですね、すごい面白いことが分かるんです。それが、現世は短いが、来世は永遠のものであった。なるほどってここで思うわけですよね。なるほど。確かに、直訳すると、この世の人生は短いけど、死んだ後の人生って書きましたけれども、確かにこう評論とか読んでいると、今の人生、評論というか古文に近いかな。現世と来世の考え方。もちろんね、これ、模試とかだったら別に罰じゃないかもしれないんですけれども、まあ、一つそのポイントとしては、あ、なるほど、この世の人生って書いたけど、これは、現世で、同じく、ここを、まあ、来世ってすると、分かりやすいんだなっていうことも学びますよね。こういう、こう、死のテーマっていうのは、同じような表現が出てきやすいんですよ。だから、この life on earth と life after death。これで、現世と来世なんだっていう勉強もできましたよね。で、同じように永遠のものだった。まあ、eternal と short。そう、まあ、短いと永遠。ここで、論理読解とかね、また今後お伝えできればと思うんですけれども、short っていうのと eternal は対比ですよと。これは however があるから、ちゃんとなってますよと。で、therefore、それゆえに、デイビルってなんとかですけれども、実際に、まあ、墓を作る。石で墓を作り所有物を他の世界に持っていった。でこう見ると彼らは石で自分たちの墓を作り所有物をあの世へと持っていったんだよ。そうですよね。ここほとんど同じですけれどもこの another world っていうのを他の世界っていうよりは確かに現世来世とかいうのであればまあ来世でもいいんですけどあの世に持っていったんだ。こうあの世って確かに僕たちも使いますけれども英語のね方々って another world であの世って言うんだ。そういうことも学べました。あとねこれぜひ辞書で調べてほしいんですけれども今回回答はこの所有物ってなってますけれどもまあポゼッション、これはですね所有物とあと他の意味としては財産っていう意味はあるんですよね。そう。で、財産っていう意味は、あれどういう時だったっけみたいなところね。複数形の時かとか、なんかいろいろ、ポイントがあると思いますので、ぜひそこも深掘ってみてください。そうなんですよ。これで、だいたい今10分ぐらいですけれども、これで、あとは音読を3回すると。で、3回するときも必ず、これ、実際ね、正直に言うとそんなに難しい文章じゃないです。だから、必ず音読をするときに、まあ意味もね、わかるようにしてもそうなんですけれども、こういう対比だとか、現世、来世っていうのは、life on earth と life after death なんだとか、そういう発見をね、自分の中でやりながら、ぜひ、GK 読めるようになってみてください。
OK、もう一回言うと、ほとんどの人がね、こういう感じで勉強してると思うんですけれども、まずそこをグッとこらえて、必ず長文読解だと思う。そして辞書を使うまでに、こうやってね、書いた上で辞書を使ったら、例えば、青で書くとか。そうすると、こう今後ね、振り返るときにも、あ、ここ自分が分からなかった単語なんだ、っていうのも、分かると思います。はい。ということで、本当に英文解釈ね、まだまだ伝えられることありますし、特に長文読解とかはね、本当にこう、予測する、論理読解っていうのも、僕はめちゃめちゃ得意というか、お伝えしたいことなんです。だから今後ね、ライブとかでも、ぜひお伝えできればなと思います。で、ぜひですね、このコメントでどういうね英文解釈、この例えば東大の和訳の何年度の英文解釈を教えてくださいとか、ぜひもしリクエストがあればどしどし、コメントにください。もしね土日とかにライブとかで教えれればなと思いますので、はい、という感じで、じゃあこの画像はですねツイッターの方でこの 夜にね貼っときますので、ぜひそちらもご覧ください。この動画が良かったなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。今日のバスチャレはこちら。最後まで見てくれたあなたにはいつも通りパンダの豆知識一つあげたいと思います。パンダはなんと木登りが大好きなんです。僕はできませんけどね。答えは概要欄から。カスラボは最近仲良くなりすぎた。慣れ合いはここまでだ。そろそろ決めたい、誰が一番最強かってこと。ということで今日やるのはナモンケ先生。